人の犯した罪の深さ。罪って何なん？クリスタルは神様が、神様というかアルテマが設置したせいで。だったら奴を倒す。罪ってなんだ？脱出するだけだ。ただ済んどっただけやけどな。決着をつけてやる。最後やな。なんかダンジョンぐるぐるするとかもういらんけどな。次元の狭間。もう RPG にありがちな。まっすぐ行けばいいんかな。ここの辺に宝箱とかかなり野暮やよね。え、これ宝箱？あ、ただの石か。誰が置いたんってなるけどな。アルテマがわざわざ RPG っぽく作ってくれたっていう。やる？それの誕生以前に時を遡らなければならない。はあ、歴史の授業が始まる。あ、ちょっと進むたんびになんか語りかけてくる感じか。魔王という名の奇跡が生み出され、この世界に大いなる繁栄が固まっていく。黒板絵で教えてくれる感じ。はあ、下から塔みたいなものが。その代償また大きかった。代償。世界は黒という抗えぬ脅威に蝕まれていったのだ。その魔法を与えたのも神じゃないの？全ての生命を滅びへと誘った。過去の話ね、これ。我とて例外ではない。我とて生き延びるため。アルテマ君もそこまで影響あるんだ。まさか魔法も黒の一体もアルテマが発端だと。魔法をあげたはいいけど変なことになったっていうこと。アルテマのせいやん。じゃあ進めってことらしい。え、人の罪って何？全部アルテマが悪いんちゃうん、それ。魔法使えるようにしたよっつって使わせとったらエーテルが枯渇して黒の一体が生まれて、それでそれはそれでアルテマ君も困るって。で、人が悪いっていう話。まあ、これからまたそういう授業があるんやろうけども。さあさあ次のポイント来てよ。まだか、ここか。黒の脅威から逃れ生き延びることができた。あ、そんな必死なんだ。黒の及ばぬ大地を求めてさまよった。ほう。土手で朽ちゆく肉体を脱ぎ去り、精神のみの存在となってもなお、そこで体を失ったんだ。で、また分かりやすく絵で説明してくれるやつ。こう、ああ、今言おうかしたわ。ここが楽園なんだ。黒の脅威はとどまることを知らぬ。いつの日かこの地にも押し寄せよう。じゃあもう外界はもう黒の一体に飲み込まれてるってこと？外の世界は終わってんのか？黒など精進、新たな断りに基づく創生。いや、失敗しとるやん。盛大に失敗したやん。バルナバスはその言葉に踊らされて、誠あるべき世界という幻想に。人の真の姿とか言っとったな、あいつ。人の自我。これこれこれ。その世界に渡りさえすれば、人は救われると。すべてはアルテマの思惑だったとも知らないで。いや、神様ってやっぱそこまで
まだ自分勝手なんかね。行こう。いやもうこの授業はいいんやけどさ、なかなか移動すんのよ特に宝箱も敵も出てこない道を、かなり上まで行かんなんこれ。ここか。まことあるべき世界の創生には莫大なエーテルと、それをなす大いなる魔法に耐える肉体を。それがクライブの体ってこと？うん、それを生まれてくるまで。バイスゼアに配したマザークリスタルから創生に必要な量のエーテルを集めること。要は税金みたいな感じでこっそり集めてたと。人という種を作り、うん、器となりうる肉体を芽吹かせること。でようやくクライブが誕生したと。来た。え、なんかこの感じ割とリアルの神話に近いよね。人、人間。時が来るまで眠りについた。だが我が眠ったことで人は我とのつながりを失った。そんな近かったんだ。人はそれを主に見捨てられたと錯誤し、導きを求めて瞑想した。なんで寝たん、アルテマ君。そして罪を罪お前寝たからちゃうんか。お前がちゃんと管理せんからやろ、それは。己を維持するがために。めちゃくちゃなこと言ってやがる。人の持つ自我は再現のない欲にまみれている。違う。己の人生と優先を欲したけど、それまでただの人形やったのに。ついにはなんかの剣の形か、これ。いや、クリスタルか。苦労を生じさせた。これもまた。いやいやいや、人の罪に。言いがかりですって。アルテマ君が寝たからやん、完全に。人が自我を持ち、バリスゼアに黒の一体を生んだのは罪と。人の罪、それが。奴と何が違う。いや、本当やって。アルテマ貴様は。だいぶむちゃくちゃなこと言っとるぞ。次あたりでもう最後か。ここか。いやもう見た感じ最後感ある。は、なんかごっついのったぞ。あれはなんだ、元のアルテマの体。イブリート足ないよ。角もなんか折れとるし。あれこそ遠い過去に捨てさ。はあ。肉体。今のその気持ち悪い顔は何なんじゃ。汝の姿よ。低四方のそのよくわからん状態それ。人の罪により。自分でデザインしたんかな。黒の脅威。このままでは、この力。エーテルが。お前が管理せんだからよ、完全に。その焦燥に駆られた時、何時か生まれた。あ、いいタイミングやったのか。我は何時を、まるで人が赤子を慈しみ育むように、召喚獣を食わせ、成長を見守った。ガルーダを食わせたところから全部アルテマのあれやったのか。そっかそっか。己が役割へと帰るがよ。後ろにバルナバスおったもんな。ミュトスよ、全部計画通り。世界の創生を。黒の一体うまくいくんかな。体上げたら生きるためにそこから逃れたんじゃないのか。人も同じ、生きるために自我を持ったんだ。しっかり理解しとる。
お互い望みは同じだったのに、手を取ろうとは考えなかったのか。こんな説得とか通じるんかな。あ、もう鼻から舐めとるもんな。自分の作った人形のザレ言なんかに耳を貸すあれはないって感じやな。なるほど。もうその体しか興味ないらしい。創生をもって人は滅す。どういう意味だ。我に背き罪を犯す人など、まことあるべき世界には無用なもの。本当都合のいいものでしかないんやな、人は。こいつにとって自由ということだ。ここは俺たちの世界だ。勝手なことをさせるか。いやかましいこと言うとるわって感じだよな。は、え、パクられた。その力を制するのはたやすい。無理じゃないこれ。女子は何とかしてくれる。兄さん、え、今のでだいぶ心折れるけど、生身で行くってこと。とりあえず長くなりそうよ。崩れていく。ああやれる神様は。ガルーダっぽいのになった。元の体の半権限みたいな。みんなもこの世界で必死にもがいている。人としてな。秘密で汚れていても、ここは俺たちが生きてきた世界だ。模索するのも一つってか。俺たちと貴様とどちらかしか残れないのだ。オーディンっぽい感じでもあるな。ラグナロク。この手で世界を黒から救う。黒から救う。まあ人同士の、お前の力はいらないと。お前の好きにはさせない。無視。ここで終わりだ。まあこれに関しては。前哨戦みたいな感じだよな。ちょなかなかいいかっていうことしてくる。薬とかいつ使おうかな。やべ、フェーズ目。いや
やどうせ最後権限戦まで行くんでしょう。ああなんかすごいことだった。イベントホライズンイベントが始まった。ちょっとこのビームやめてよ。どうなってるこれ。ラフレアとこ、第2フェーズ怒った。主にアダムしさらに罪を犯す。めちゃくちゃ怒った。あいやもう圧倒的すぎるやけど、前哨戦はもういいやろ。結構結局イフリートリズンなるんやろうけど、ただなり方がまだデリバランス、デリバリーみたい。おいなんか喋っとるけど全然入ってこんぞ。こめっちゃよけんな。何周するんこいつ。デリバランスがうおーやっと終わったか。意識入れようぜ。よし最初から持ってるスキルで決めたったわ。経験値うまっ。まあこれで終わらんやろな。あ、いいの来た。
斬鉄乱舞。うわこれすごいやん。ゲージの増強量 25% アップ。1回でも絶対レベル5までいくんじゃない。大丈夫っすか。その力まあ笑やろうな。やはり何時こそ育成層を待ちわびた器よ。あー間違いないってか。クライブの体さっさとやりましょうや。権限戦を。あら結構でも答えとる。まあまあ疲れてそうやけど大丈夫。だが主にあだなした。あこの大逆の罪は捨ておける。怒ってますね。まあどの道ね体をあげんなことになるんなら抗うしかないやろ。その声太った自我を滅する。誰がデブや。え最初かそんなんできる。アルテマに食われようかしてる。なんか FF15 の最後を思い出すな。この座っとる感じ、このヒゲ面。何を喋ってんの。お互い、いやどういう組み合わせ。ジルに関しては自分やしな、それ。うん。止まった。いや、シドとミドが普通に絡んでるとこ見てみたかったね。あ。なあ、クライブ。久しぶり。なんか嬉しいんやけど。誰かを救えたのか。心を折りに来る作戦か。マザークリスタルの破壊。たくさんの人子供の時からこんな声やったっけ。パパ結局志のこう見たら似てきとるんかな顔。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にもそこにあるのは積み重なった死体の山だけ。心を追ってくる作戦だ。報われることはないんだ。よくある演出。だからもジョッシュアだけ喋らんけど。おめでとう。そうなのか。エヴァの最後。知れない。あれ折れたやん。ジョッシュアだけ喋ってないけど残る？残る。兄さん？兄さん！あ、これはガチなやつか？また場所が変わった。ロザリアの地下か。誰か私を助けて。久しぶり。誰か私を愛して。個人でそ、あ、フゴ君。どうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。何を？人が自我を持ったがために己の欲望に固執する。ディオンか。あ、違う。スリープになんだ。ハールバルズじゃなかったっけ名前。それゆえバルナバス君。あやめ自らの欲望で世界さえ壊してしまう、うん、人とはいかに愚かかっていうことか。なら何も考えない方が楽になる。自我なんていらないってか。いやなんか結構こういうテーマって他のゲームでもよく語られとるよね。人のあり方というか。え、今、ああ、そうだなって言った？心折れた。おぉ！クライブ！死んだ時にその名前呼ぶんやけど。ね、ベヒモス戦で死んだ時にクライブって。兄さんじゃなくてクライブって呼ぶのよ。ジョシアは結構聞いとるな。なか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 精神。あーこれあの日か。フェニックスゲートの全てを失った日。これは幻だ。あロザリアやこれ。あのツインタワーは
帰ろう。ジョシア助けて。なんとかこの精神世界に入ってこれてんのか、ジョシアは。あなただよ、クライブ。クライブ、いやもうなんかうつろな目をしている。焦点合ってないやん。胸？あ、生きてるっていうのが初めて分かった時にゲットしたフェニックスの羽。うまいこと言ったか？もう一度呼んで。いや、ジョシアおらんだら積んどるやん。いけるか兄さん。これでも迷わない。最高の兄弟やな。そうだ、いや、くしくもアナベラから生まれたってのが一番クライブロズフィールドだ。黒歴史やけどな、覆らんけど。兄さん、あれでも、あっ、失敗したかってなるかな。なんでうまくいかんねんって。うん、ことができんとは。最終手段やったらしい。なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。こいつが理解できんことが発生しとる。元よりここにあったのか。ほぼ神ってこと、ジョシア。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によってその実体を得たとでも。その考察でいいの？思念が人を創造。踏み込みすぎでは。人の思念。あ、でも思いとはこれを。あ、でも認めてきたな。人ってすごいやんって。俺作った人すごくその。めちゃくちゃすごいことになっとりゃ。あ、やれんのそれ。イフリートリズン、さっきの世界では無理やったやつ、最初からリズンになる、なっとるな。いや、跳ねある。うん、なっとる。これがアルテマが求めてた体やよな。元気玉的な。そんなんでいける？いけそう。バハムードの時なんか同じこと言った気がするけど、感動するやん。ロゴス、何ですかそれ。ロゴス、創世者みたいな。ガチの神様。あ、もう勝手にクリスタル行きかけとるやん。行ったんかな、むしろ。ドレイクスパイン、竜の背、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。最後のなんか花火の柳が終わった後みたいな感じ。キラキラしとった。あ、で結局こっちに。目を覚まして兄さん。け、あ、こんなことしとただけ。自分で勝手に助かった感じ。クライブ、俺は。いや、でもなんかだ、だいぶ聞いとるやん。それより、ただうまいことかわせた感じかな、さっきのアルテマの精神攻撃。どうやって帰るん、こっから。返してくれるかな。人がロゴスに偽りの神となろう。偽りの神。進化の道を外れ、我と肩を並べようが。もうその域にあるってこと。これ以上汝の見ままを許しはせ。見まま、わがままの見まま。オリジンを思う。オリジン、
我本来の力を蘇らせる。元素、元素とかのそういう意味じゃなかったっけ？オリジン、起源というか。絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。最終バトルか。我が力、思い知れ。ああ、オリジン。ちょっと一回休憩させて。また持ってかれた。ステージチェンジか。ああ、自治領。ディオンがカチャカチャにした場所。ここでやんの？あ。曇り。全国的な曇りにした場所やな、アルテマが。エーテルを集めるという。いや、かなり大都市やなんやね。ここ自治領。長きにわたる計画も間もなく終局。そうやな、体ももう器がもう来たからね、完成された。冷める時だ。オリジンとやら。さあ甘かけるわ。はあ、召喚獣的な。はあ、今復興頑張っとるところでしょうが、ここかわいそうに。今度はなんだって。ああ、ここあそこの滝か。え、そこってさ、何これ、あのなった、うわー、ラピュタ滝の周辺にあった村が吹っ飛んだんかと思ったわ。ああ。何？ラストダンジョン？休憩もらえる感じかな？やれたん？あの量。あ、もうちょっとおるか。グッズ仕事しとるか。あ？ドレイクスパインは消えたってのに。あいつらどこに行っちまったんだ。うわ、見え、え、これ自治領やよね。違う、スパインの方か。ちょっとよそ見しとる場合じゃないって。え、なんか天空城みたいなの現れとったけど。集まってる。え、なんかぬるいぬるいぬるい敵の感じがぬるいな。一斉に襲いかからんと。分からないわ。一体一体近づいてるだけ。あ、帰ってきた。帰ってきた。おかわり。戻った。返してくれた。一番いいとこに。一旦ここきれいにしよう。最後まで行くかと思いきや、何があったの。なんか一段落しそうやね。乗り込めばいいんかな。聞くぞ。ああ、目的は果たした。もうエンディング行くことを想定しとったんだけど。あ、一人でやる。役目だ。は、え、一緒に行こうぞ。頼むの。一人でやれる。え、そんな甘くないやろ。なんなら一緒にパーティー組みたいんですけど。そうもいかんのか。おお、いや竜騎士強いそばにおってほしい。ええ、あ、結局ジャンプ力すごいんだ。帰れるんだ。残るんかと思いきや、あの言い方。しれっと帰ってきたわ。ただ今のなんだ、フルメンバーというか、うん、最後まで行くんかと思いきや帰ってきたわ。あ、で帰れってことね。こんなところにできたのか。いや、もう完全にここ最後やな。じゃあ、で、ここ
ここに帰れと。最後の最後でクエストとか発生するかな。でオリジン弁当がよぎったわ。オリジン弁当。ああまあオットーになるわな。ブラックソンコムの新しいアイテム気になる。手紙箱まあもうここが最後のそういういろいろできるタイミングなんやろうな。戻ったかクライブ。空に浮かぶあの気味悪い塊はなんだ。また全員と喋ってレッツゴーかな。これから状況を説明する。みんなは集めて。ああ分かった、ちょっと待ってろ。ビビアンやらハルちゃんやら全員かな本当に。ブラックソーンやらあのばあさんまで。ああヨーテちゃんもおる。でディオンもしっかりおる。あバイロンさんもおるやん。集まったか。